イチゴの王様は株式会社サンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター。1975年にキャラクター開発。2013年サンリオキャラクター大賞43位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言でぴったり15位で高級イチゴを15名様にプレゼントします。と宣言していたが、 実現とはならなかった。いちご新聞14号以降に何らかの形で、毎回必ず乗るなど、比較的著名で春起きち並みに歴史が古く、いちご新聞のシンボル的キャラクターであるが、サンリオキャラクター対象で10位圏内にランキングされたことがなく、低迷を続けている。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年より、サブキャラコンテストが開催されている。第1回は、 キャンディがノミネートされ、36位にランクインされた。第2回は、ソクラテスがノミネートされ、50位にランクインされた。第3回はノミネートなしであった。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、イチゴの王様のサブキャラはいずれも20位圏外のため、ノミネートなしであった。仕切り直しとなる、第5回は、キャンディがノミネートされ、 48位にランクインされた。ありがとうございます。